マッシュです。ボーカルです。シャキシャキマッシュです。スウェーデンです。アンコーキーラナットなんです。僕の持ってきた企画なんですけれども、はい、この間ね、僕学校卒業させていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、僕何の学校行ってたかって言ったら、ボーカルの方の専攻の学校行ってたんですけど、でそこで、まあ、歌習わせてもらってね、まあ、元々上手いんですよ、まあ、センスがあるんでね、はい、その中でね、何もらってええ、すごい、いやいやいや、もう何でもね、できちゃうんですよ、やっぱりね、まあ、歌っていうのは元から持ってるもんもありますけど、カラオケの採点とか、まあ、特にね、コツが一つあったら絶対点数上がったり、うまく聞こえたりするんですよ、歌っていうのは。なんで、今回僕が持ってきた企画は、歌下手ホスト2人に歌教えてみたら歌うまくなるのかー、よいしょー。聞いてもらったら分かると思うんですけど、まあね、チョリさんとね、歌動画出させて、そうです、いただいたりしてね、うん、ハモリとかもまあまあちょいちょいできたりするんですけど、いや、ユッティやったらその泣きそうな歌い方も治るってことだよね。僕ちょっと聞いたことないんで、ね、あ、ユッティのないんです。セカオは歌うしか聞いたことない。泣きそうや、まあ泣きそうって言われますね。あの、ランランのなんかセカちゃん見てもらったら分かるんですけど、なんかかすれたね、しょうもないファルセットみたいな裏声ね。僕毎回あれ一番好きですよ、でもセカちゃんが。ああ、ありがとうございます。下手くそなやつ誰が言ってる。先やけや。今回1時間ね、みっちり歌の方を教えて、うん、ちょっとね、うまくならせたろうかなって。嫌なんですけどね、はい、嫌なんか嫌持ってきたの。いや、いや、嬉しいですけどね、やっぱラストソングとかもあるんでね、まあ聞いといて損はないからね。そうですね。それではね、歌、はいはい、教えるまでいいですか。はい、 3、2、1、4。 まあそれではね、まず僕が教えてないバージョン、下手くそなバージョンね、初期状態、これが本来の下手くそな状態のランランとユッティの姿を一回皆さんにね、ご覧いただきたいと思います。はい、頑張って。言い方悪いっすよ。二人ここで初めて会ったのが二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初のスイートカーテン。心悪いとこしかなかったね。ただいまの点数はちなみに81点ですね。はい、はい、まあポンコツなんでね、まあ僕聞いたら大体わかりましたね。それやごめん。まあこの2人ちょっと今からね、はい、鍛えていきたいと思うんでね。はい、お願いします。少々お待ちください。まずね、うん、ちょっと一応言わせていただくんですけど、大まかに言えば、はい、1つ目、これはユッティですね。このマイクの持ち方が間違ってるんですよ。実はここ持っちゃうとマイクにね、音がこもっちゃうんで、音が入りにくいんですよ。だから例えば表現力とかは抑揚でつけるんですけどね、それつけにくくなっちゃう。なるほど。こうやってやったらこうまっすぐね、そう音が入るんで、この向きがベストですね。カラオケはこの一直線上にあるのが。で、表現力とか上げたければもう自分で、ね、抑揚つけれない場合はこうマイクを遠ざけたり近づけたりして表現力上げて抑揚を上げて点数を出す感じですね。はい、あとね、採点に反映されるのが、しゃくり。よくね、こう採点 の, その技術面で反映されるのがしゃくりとビブラート。しゃくりは今見てて結構あったんですけど、ビブラートがね全然なかったんで、ちょっとそちらの方をね、あの実力的にできなかったらマイクを動かしたりしてビブラートの付け方とかを教えていく感じですね。まだあるよ。まだまだあるよ。なっちゃうけどね、これ、はい、なんかもう多分これ動画では足元映ってないんですけど、なんかもうすごいこの辺がこの辺がものすごい動いてる。まあ確かにいつもそうやな。これなんかものすごいしてんねん、これ。あかんのこれ。
なんかリズム取るためにこうとかわかるんですけど、うん、なんか全く関係ないとこでなんかさなんか何なんですかこれ。なんかポケット触ったりとかなんか お腹触ったりとかなんか落ち着かへん。俺が一番落ち着いてる聞いてる時の俺が一番落ち着いてるんですよ。まあそうですね、うん、はい、今から1時間道を教えていきたいと思います。はい、まあ、今回はね、あの採点を取りやすいようにするためっていうことなんで、まあ、歌の技術面よりはそのカラオケの反映の方をね重視して教えていきたいと思います。なんでこう、ってやってるだけやから、ビブラート。ああ、なるほどな。一回やってみましょう、それ。できるか。それができたら、もう普通に。ああ、でも、まあ。そういう感じね。ゆっぴゆっぴ。うーですね。やってきてる。まあ、そんな感じで。できてる、できてる。3秒か4秒に1回ぐらいのマイクこう、声が届く、マイクに声が届くぐらいの距離保ってこうやってやってもらえたら表現がつきますね。ビブラートは出てたよ。そうですね、頼むよ。いいよ。よっしゃ、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 よっしゃ。なんかやっぱり86点です。まあ1点なんですけど、上がりましたんでね、加点されましたね。まあまあまあ、おい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 。今回は、まあ、僕もね、ちゃんと学校行って教えてもらってね、こうやって教えてもらって、時間取ってね、わざわざね、時間割いて1時間もね、まあそれは授業料として、トンペリ25万、25万ずつね、お客さんとして使っていただきます。しっかりお金取ってくる。